前通りにあるタオパイパイっていうお店です。はい、大学生も多い、皆さん、来やすいお店なんで、近くに寄られたらまた店の方、来店していただけたらありがたいと思います。お願いします。お願いします。身内のサークルをね、なさってるみたいなんでね、ぜひぜひ。タオパイパイって、ね、ドラゴンボールから撮ってるんですか。そうです、そうです。へえ、パイパイ、タオ、タオパイパイっていうキャラクターじゃないですかね、その人物、はい、そっから撮ってる。フリーザーみたいな感じですか。よく知ってる、よく知ってる。よく知ってますね。聞いたんですけどね。あ、そうなんですか。へえ、そうです、はい、ほんま そっから撮ってる。え、じゃあドラゴンボールファンの方もね、行ったら楽しめますよね。いや、そうです、あんまりかというとあんま関係ないですよ。別にドラゴンボール押してはないんで。押してはないですか。はい、ただかけただけなんで。かけただけで、はい、うん、じゃあ、ね、今日はまあ残念でしたけど、はい、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、ね、お店の方にも、はい、お願いします、はい、エース元気出してって。ありがとうございます。はい、いや、もうエース 村人 A みたいな、申し訳ないです。申し訳ないです。もうエース、はい、エース、はい、うん、はい、お疲れ様でした。面白かったです。村人 A、 良かったです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは木蓮さんですね。はい、お願いします。どうでしたか。ジョンボですね。いや、でも、いや、まあ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 、考えてたんですよね。あれ、ウッパーピンカリアン、ウッパーソロウソチャンスの受けのどっちにしようかなって思ってて、うん、ウーソはもう切られてたから、うん、もう逆にウッパーピンの方が良かったんかなってぼーっと考えてる間にパッて切ってしまった。なるほど。よし、ちょっとあれが全てでしたね、はい、まあでもワールドカードでもう残ってるんですらしいですよね、はい、まあもし出る次あるんだったらほんまに、はい、ラウンド3もぜひぜひ、はい、頑張りたいと思います。いや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 、ラウンド3ももうでもどうするんですか、ね、ペン三層もバレてますよこれ。はい、ね、ちょっと意識しすぎましたよ、うん、これなんか余計なこと言いすぎ、そう、なんか言ってんやろうなと思い愚形にね、やっぱり並ぶめちゃくちゃ多かったんでね、愚形に。でも私、愚形リーチ好きですよ、ね、僕も全然、うん、最後の愚形はでも聞きましたよね、チャストのやつですか、うん、あれはね、うん、もうちょっと親さんに、親じゃないわ、チャンタさん、チャンタさんにちょっと少しでも泣いてはったから、はいはい、少しでも足止め代わりにリーチっていう感じだったんで、うん、はい、いや、まあでも最終的にはあれ結構効きましたからね、うん、そうですね、はい、まあ上がれたんで、うん、いや、愚形リーチもすごい有効やと思うんですけどね。そうですね、僕も愚形は全然筋捨て派になったら切ってくれたりとか、愚形好き派、はい、壁とかも気にしない、はい、苦手派。そう、だから私は3人打っちゃったらなおさらいけると思います。ですよね、うん、4人打っちゃったらちょっとあれかもしれないですけど、特にチーソーが好きなんで、はい、良、はい、かったですね、最後のまあまあ、はい、そうですね、ラウンド3も、はい、頑張ります、ぜひ頑張ります、はい、それではお店の PR を最後にお願いします。木蓮は奈良にある、はい、奈良に3店舗あります、はい、柏原店と JR 奈良駅と東生駒店、ある3つ、はい、3つ3店舗あります、うん、でまあ、健康麻雀とか麻雀教室もやってるんですけど、もちろんフリー麻雀もやってますので、はい、3人打ち4人打ち両方遊べるお店なので、奈良に来た時はぜひ皆さん来てください。はい、行きます、はい、行きますとか、さっき俺あのホームページも調べたとか書いてました。あ、お前ですか、はい、じゃあぜひ来てください、はい、ぜひぜひお願いします。ぜひぜひ奈良に、東駒に常にいるんで、多分、はい、はい、生駒に行った際には、はい、木蓮さんにお願いします、はい、お願いします。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。次回も頑張ってください、はい、それではトップ通貨のチャンタさんお願いします。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、強かったですね、うん、安定して強かったですね。いや、すいません、もう最後のちょっと興奮して、うん、兄弟が寝てたんではい、もうあの反省します、本当にすいません、本当に。でも面白かったですよ、負けん気がこう、うん、いや、そうですね、木蓮さんがやっぱ強気な方だったので、まあ、だいぶ苦しめられました、本当。強打大歓迎って感じ。いや、本当申し訳ないです、本当。でもあのチャッソの形見た時にあーと思ったでしょ。それはちょっと聞きましたね、聞きましたね、はあ、あーっていう顔してましたもんね、はあ、あそこでちょっと火がついたみたいな感じでしたけど、かなりメンタルきましたね、はい、でも最高系の、ね、いい層を引いたったら、うんうん、4面ちゃんの一番いい形、ね、はい、そうなんですよね。そのまさかいい層をもっともう一回引こうと思わへん、まあね、うん、そうですね、一発だけはと思って3ピン1丁打たなかったんですけどね、うん、でも安定して強かったですね。いや、本当に、うん、見てて、はい、ありがとうございます、本当に、うん、あの行く
もちろん行ってるんですけど、うん、結構引くとこ引いてみたいな。あれびっくりした、あの両ピン止めたやつ、うんうんうん、絶対切っとった、あのじゅんちゃんの時降りたじゃないですか。あー両ピンですかね、三ピンか、三ピンが当たりの時です。そう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 、はい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 、最高形なんで、うん、でも得点にも余裕があったんですね、うん、リーチはないなと思いながら、うん、あとあの E ピンのチートイの時も、うん、あ、そうですね、あれも両ピンつもぎりリーチで、うん、もう E ピン当たるなと思ったんで、うん、あれも思った。すごい見てますね、見えてますね、うん、あの純ちゃんはすごい、もうみんな言ってましたよね、すごいって。まあでも上がれなかったんです、ね、うん、なかなか。まあでもね、ちゃんと押し引きがもうちゃんと、はい、してて、はい、これいよいよ、ね、まあ、次がまた楽しみになってます、ね、うん、すごい次見たい、はい、ぜひぜひ。いや、もう、はい、もうちょっと勉強します、この、いやいやいや、ちょっと、はい、手配を優しく、はい、もう二度としません。いやいや、本当にすいませんでした。はい、もうみんな許してくれたらしいです。はい、いや楽しかったです、本当に皆さん強かったんで、はい、はい、では最後にお店の PR をお願いします。はい、ちょっと自分だけ福岡なんですけど、はい、もしあの九州や福岡に寄ることがあれば、うん、ぜひあの遊びに来てください、はい、メンバーも、はい、プロ活動してるメンバーもいますし、はい、あの結構大人数いるので、あ、プロの方がゴロゴロいるんですか。プロの卵とかですね、はい、卵、おー、はい、あとメンバーが普通に結構大勢いるので、はい、あの飽きないあの麻雀店目指してますので、はい、はい、ぜひお寄りの時はよろしくお願いします、はい、遊びに行くって来てる、はい、ありがとうございます。そういう本当に福岡行ったら遊びに行きたい、ありがとうございます、ね、行きたいですよね、はい、すごいボコボコにされそうだけど、はい、ではラウンド3も次回も頑張ってください。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、いや、いや、決勝になって、わざわざ来て、ね、うん、いただいて、うんうん、よかったですね。そうですね、福岡から遠くから、ただいま、はい、はい、先に謝れてすいません、あざぴん、はい、以上で本日の対局は全て終了となりました。次回鳳凰杯は6月9日3時からお送りいたします。9日はいよいよ準決勝ラウンド3に突入いたします。1組は第2回優勝のポンタさん、日本橋マカオさん、ここにワイルドカード1位の店舗さんとの対局となります。6時からは、そうですね、木蓮さんですね。そして6時からは2組姫路のてんこ盛りさん、泉タッチさん、ワイルドカード2位の店舗さんの対局となります。鳳凰杯は麻雀卓の製造販売メーカー株式会社鳳凰主催の大会です。この大会には麻雀のジャンルcom、初心者のための麻雀講座、月刊ネット麻雀ビギナーズラック、麻雀専門ポータルサイト麻雀王国さん協賛のもと、雀荘検索サイト雀作の運営する雀作 TV にて配信を行っております。解説のアサフィンさん、どうでしたか今日振り返って。いや、今日なんかもう役満いっぱい出て、はい、めっちゃ出ましたね、うん、結構第一戦が多くて面白かったです。もう今日はさんまらしいそうですね、いいでしたね。うん、3回役満出ましたもんね。うん、いや実際、はい、3人打ち合ってるとやっぱり高い手が多いんで、うん、熱くなりやすいんですよね、うん、だからね、なんとなく気持ち分かってくる、うん、普段ね、うん、僕もあの4人打ち合ってると結構打開優しいんですけど、なんか、うん、3人打ち合ってるとだん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 強くなるっていうのはね、うん、分からんではない、うん、私もです。だんだんこう集まってくるんですよね。いやでも面白かったですね、うん、本当ロマンスデーだった、はい、こうだってもあったし、まあ、細かい駆け引きもありましたしね、さっき中尾さんがやってるのは、はいはい、細かい駆け引きもあったし、メガネ外したら男前やんって来てますよ、ね、ありがとうございます。でこれからはもうメガネ、ね、メガネ外します。解説メガネないと何も見えないですから、コンタクトにはしないんですね。コンタクトちょっと疲れるんで、はい、はい、はい、次回も楽しみです。はい、9日もぜひぜひ見てください、はい、お願いします。うん、では、はい、また9日見てください。ま